初めてですよね。はい。どうでした？いや最初すごく怖かったんですけど、まあ、徐々に慣れてきてすごく可愛いなっていう印象でした。緊張してましたね、ずっと。最初はそうですね。いやすごい高いんで思ったより怖かったですね。何かトレーニング、野球につながるところありました？いや上下に揺れてバランス取るときもしっかり体幹使ってたので、はい、まあ、少しいいトレーニングになったのかなと思ってます。はい、さっきのポニーともだいぶなんかじゃれてた感じがしましたけど、はい、いやまあ、あれじゃないですか、お腹空いてたんじゃないですか。まあ3日間終わって、まあ、初めてもう A 組に入って、はい、一つ初めての休日ですけど、これまでの練習振り返ってどうでしょうか？まあ、初日はやっぱりその慣れてない部分もあって、まあ、今もそんなに完全に慣れたってわけじゃないですけど、まあ、徐々にこう流れっていうのを掴んできているので、まあ、これからまた技術面でどんどん練習増えていくと思うので、まあ、先輩方に必死に食らいついていきたいなっていうふうに思ってます。ランニング多いですけど、このメニューどうですか？きついですか？どうですか？いや、まあ、もちろんきついですけど、まあ、先輩方が走れるわけねえよと言いながら、すごい速いので全然嘘じゃないですかと思いながら僕も必死についていってます。まあ、これからじゃあ自分がアピールしていきたいこととか、なんかこれやっていかなきゃいけないことは何か見つかりましたか？まあ、今ブルペンでの投球やってますけど、もうすぐその実戦形式も入ってきますし、やっぱりそのバッターを抑えないとっていうピッチャーはそういう仕事なので、今の練習を実戦につなげれるように、そういう練習していきたいなというふうに思ってます。